ボンジョルノ、 DJ トギーです。このチャンネルでは僕トギー流のアウトドアの楽しみ方を気ままに配信します。どうぞお楽しみに。イケオジアウトドア。これは COP 館。こんにちは。いらっしゃいませ。おー、すごいすごいすごい。営業が金土日祝日、はい、でこういう週末はランチメニュー、はい、おー、本日のランチがロコモコだったらドリンクがついて安くなるんですか。そうです。これなんですか。桃とせオリジナルパンケーキです。あの人気店の。そうです。結構並んでるところでしょ。そうです。あ、コラボしてるから、はい、もうこれは桃とせさんには売ってないやつ。はい、すごい。へー、じゃあロコモコと、はい、このスフレパンケーキのフルーツ。フルーツ、はい、はい、あ、タルトとかロールケーキもある。あ、インスタフォローするとワンドリンクサービス。そうです。あ、僕フォローしてるんです。イケオジアウトドア。ロコモコです。うわー、すごい、うまそう。これじゃあもうドライブでここに来て女の子とこれでシェアして。そう、妄想です。いくら頑張っても今日は一人なんです、はい、ですからこう妄想しながら。じゃあ早速いただきましょうかね。かわいいや。おお、すごい、おいしそう。じゃあいただきます。卵とハンバーグと米なんていうのは一番すごい組み合わせですよ。こだわってる。ハンバーグちゃんと作ってね、手作りだこれ。ハワイ高いから車で30分でハワイに来る。うん、ボーノボーノ。イケオジアウトドア。やっぱこう犬飼ってますみたいな子を連れてきて、でここにもですね、はい、あの専用のシートがあるんですけど、うん、シート引いてもらって、うん、ワンちゃんの横に連れて、はい、横に食べることもできます。うん、おいしい。あのロコモコ、僕ハワイでレンタカー借りてノーショアの方行って、地元で人気のロコモコってわざわざ車で行って、そしたら紙皿に出てきて、めっちゃなんかレトルト系のハンバーグ、ハワイまで来てこれみたいな。何が人気なのこれ。ロコモコがハワイより勝ってるから、もうすでに勝ってる、うん、からの酒も飲むし甘いものも。基本僕はスイーツおじさんですから。あ、そうなの。はいはい、一人でカフェでチョコレートパフェ全然いける。へー、カフェでおじさんが一人、はい、結構デカめのチョコレートパフェとかこういうパンケーキ食べてると哀愁が漂うんですよ。なるほど。そうするとね、気になって助けてあげたいっていう女の子が話しかけてきたらいいなっていう、これまた妄想ね。これでもパンケーキって重ねてるやつじゃなくてもうホール、はあ、すごい。いただきます。これホールでいけますね。フルーツたっぷりで、いけるいける。めちゃくちゃすごいボリュームです。これ美味しい。これ大変ですよ、家で自分で作ろうと思って。あ、分かった。メープルシロップが染み込ませてある。正解。やった。もう僕はね、イタリアじゃなくてカナダ人じゃないかっていうぐらいメープルシロップが好きなんですよ。うまい。これ止まらないな。今朝もキウイとバナナは食べてきてますからね。毎朝食べるんですよ。キウイとバナナ、ヨーグルトはもうこれ朝最高なんですよね。素晴らしい。うん。イケオジアウトドア。これの振り幅が僕の満足度。お。酒があったら最高ですけどね。うん、僕も甘いものでも全然飲めるんで。となるとやっぱりね、もうテント張って、ね、今日泊まりで行こうかって言って、ね、昼間から飲んで、フラットバーベキューして。次回へ続く。
これからもアウトドアの魅力を発信していきます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。